脳が言えないやつのイエスに価値はねえ。はい、どうも皆さんこんにちは。お久しぶりですね。これちょっとごめんなさい、サングラスじゃなくてメガネなんでちょっと見えなかったら途中つけるかもしれないですけど、今外しますね。タイトルにあるように実は去年の4月ぐらいに、診断されたんですよ。僕精神的な異常があるって、精神的な異常じゃねえ、精神的に病が疾患があると、まあ簡単に言うとうつ病ですと言われて、まあ、正直その時本当に忙しかったし、自分の精神的にもいっぱいいっぱいだったし、でなんか体がちょっとおかしいなと思ってたんですよ。突然お腹がすごく重くなったり、なんか午後からちょっとおかしくなったりで、まあ原因っていうのはほとんどがその外的要因で、まあ、上司とか本当にそういう人たちとうまくいってなかったっていうのがあって、でそれを、まあ、内的要因ももちろんあったんだけど、自分なりにそれがなぜか全然分かってなくて、体がもうギブアップですよっていうことでぶっ倒れちゃいまして、で、まあ、病院行ってね、薬とかももらったけど結局飲まないで、で会社から次の日から休んでいいよって言われた瞬間に治ったんですよ。だからやっぱり仕事が原因だったんですよね。それで治ったんだけど、一回また仕事戻って頑張ったんだけど、なんかやっぱおかしかったんですよ。それでもう一回ちょっと行ってみたら、まだ治ってませんというので、じゃあもう少し休みますかってなって休んだんですよ。まあ、すごく会社には感謝してるんですけど、まあ、それで動画とかを作ったりとかしようって思ったんだけど、なんかそれが自分の良くないとこなのかもしれないけど、やっぱり自分が楽しくなかったってことは他の見てる人も楽しくないと思ったんだけど、やっぱり他の動画とか見て絶対自分よりもこの人の方が面白いなって認めるしかないっていうので、どん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 気持ちが落ちていっちゃったんですよね。で変な話、もテレビとか見ててもみんな頑張ってるじゃないですか、テレビの出てる人たちって。自分はなんでこんなことしてるんだろうって、仕事休んでることに対しての罪悪感がすごくて、まあ、かなりそれが辛くてですね。ただ戻っていいかって言われると、まあ、医者にはまだ戻るなって言われてて、でその間いろんな本を読んだんですよ。実は僕読書すごい苦手なんですけど、で見てたらなぜこうなってしまったのかっていう原因がたくさん書いてあって、で僕に当てはまったのはその他人と比べてしまうということが大きくありまして、まあ普通に仕事してても、まあ、あの人よりも自分の方ができてるし、なんかなんだろうな、業績も残してるし、なのにその人が褒められてるの見るとなんか傷つくというか、なんだろうね、ちょっと今のは違うな、誰かが褒められてるの見ると自分が落とされてると感じるみたいな、すごくなんかわかるなと思って、勝手に自分の中でその寝踏みをつけて、その人はこれぐらいの人だ、でその人が褒められて俺が褒められないってことは俺はできてないんだみたいな勝手に思っちゃってたみたいで、そのあとはやっぱその比べるっていった部分で言うと、まあ例えば YouTube にしても自分より面白い再生回数がねとか、自分より遅く始めたのにやっぱりねすごい人ってどん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 何十万人いくじゃないですか、コンテンツがしっかりしてる人って、そういうの見てると楽しいんだけど、どっかでその自分がダメなんだなって思っちゃう部分があったりして、かなりそう落ち込んでたんですよね。そうで、なんだろうな、僕が見た中で一番あこれかなって思ったのが、なんかいい人を辞める方法みたいな本があって、それ見てたんですけど、もう確かにいい人であろうとしすぎた、その自分の思ってることを言うと嫌われるんじゃないかとか評価が落ちるんじゃないかとか、そういうことを気にして言わなかったら、言わないことをいいことに今度は上の上司がね、全然嫌な仕事っていうんですかね、重い仕事をどん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 任せてくる、でこっちが首を横に振らないって知ってるから、首を横に振るって分かってるやつに振らないんですよ。だけど評価が高いかって言ったらそうでもなかったんですよ。貢献してますか、うーんみたいな、はって思いますよね。だから騙されてたんですよね。だけどそれって自分がやりたくないことやりたくないって言えばよかっただけの話なんですよ。だからその断れなかった自分のせいなんですよね、自分の問題だから。それをその人のね、上司のせいとかにしちゃうと良くないなって思ったし、その嫌なことは嫌だって言う人の方が
変な話、ノーが言える人のイエスってやっぱでかいんですよ。これローランドね、いるじゃないですか、ホストの。あの人のお父さんが言ってたらしいですけど、ノーが言えないやつのイエスに価値はね、めっちゃわかるなと思って。だから昔からそうで、僕だからその妹とかに怒ってたんです、昔からずっと。妹のことは大嫌いだったんですけど、それなんでかっていうと、妹って言いたいことをズバズバ親とかに言うんですよ。私はやだ、食べたくないとか。でもなぜか僕は生まれついてからそういうことをなんか自分の中で許されないことだって思ったんですよ。親に逆らうとか、あとは嫌いなものがあっても食べなきゃいけないとか思ってたんですけど、そういうところからきっと始まってて、でなぜ妹に怒ってたかっていうと、自分が我慢してることを我慢しない人を見て怒ってたんですよね。だから裏を返すと、それを羨ましいと思ってたじゃないかっていうことが分かって、で確かに思い返してみると、なんかその上司に、全然僕よりも年下ですよ、新卒のクソガキみたいなやつが、なんか上司に注意されたことに対して、はみたいな返しをしてるのを見て、なんだこのガキって思ってたんですよ。それってもちろん社会人として、お前それダメだろっていうのがまあ 50% ぐらいあるけど、でもほとんど残りは、俺だって言いてえよって、なんで俺が言いたくて我慢したことをお前が言うんだっていう気持ちがあったんだなって思って、すごくね、本読んでよかったなって思った期間なんですね、今この何ヶ月かっていうのは。それでいろいろと気にしてるのは環境が変わったんですよ、僕っていうのは。まあ結婚しましたよね。で結婚して今までやってたことをやらなくなった、ね、まあ、やらなくなったっていうか、生活リズムが変わったりとかするじゃないですか。で変わって結婚したことで、その今までやってたことをやらなくなったりとか、なんかこう例えば動画作っててもちょっと申し訳ないなと思って、子育て、まあ子供も生まれたんでね、でそれをやったりとか家事をやったりとかしていると、やっぱりちょっとこうできなくなっちゃう。で結婚する前はそう思ってなかったんですよ、関係ないなと思ってたけど、結局それができなくなったりとか、で子供が生まれたことで、それはストレスっていうか、まあ最初の方はすごく大変だったけど、それよりもなんかやっぱ環境の変化っていうのが大きかったのかなって、ちょっと今思えば思ってます。それで一つが、まあその環境の変化だったりもするし、自分の仕事だったりもするんだけど、自分がその33歳になって欲しいもの、なんかほとんど手に入れちゃったんですよ、変な話。自慢とかじゃなくて、だから家を買って結婚して子供が生まれてって、家買ったんですよ去年、実は一戸建てをね。でそうするともう車も買ったし、これをね買ったし、欲しいものがなくなっちゃったんですよね。でなんか変な話、その独身の時は欲しいものがめちゃめちゃあったんですよ。むしろ今僕が独身だったら多分もっとギラギラしてたと思うんですよ。でも今こう落ち着くっていうかな、なんかこう守りに入るじゃないけど、あえてビデオを撮るために危険なことしないかなっていう、なんかねルールを破ったり危険なことをするっていうことをすると、僕じゃなくて周りの人に迷惑がかかるんだなっていうことを結婚してからすごく感じるようになったんですよね。でそうすることで自分を抑えてしまっていて、精神的にもちょっとこうフラストレーションが溜まっているということなのかなっていうのもあるんですね。ある事実あるんですけど、でもやっぱ結婚したことでいいこともすごくあったし、子供が生まれてね、本当に今まで知らなかった感動とか、こうなんですかね、生き物を愛おしいと思う、生き物とか人間、自分の分身を愛おしいと思うこの気持ちっていうのは、絶対に子供が生まれなかったらこの気持ちは味わえないし、って考えると、もちろん結婚してよかった。だからないものねだりというかね、今の自分の環境に関して本当に、まあうるさいなあ、あそこでやってんだすいませんね、選挙を今やってて、僕ずっとこの車がこう行ってると思ってたから、いつか消えると思ってたんですよ。消えないなと思ったら、変な坂道のところに止まって演説してますね。そこでやるんだ。まあまあそんなところで、何が言いたいかというとね、僕はもう鬼のようにポジティブ人間だし、もう何があろうとね、これも自分の糧になるとかプラスになるとか、まあいろんな考えができる人間なんですよ、もともと。だけどじわ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 、あなたできてませんよね、できませんよねって、でも自分はできるって言っちゃってるからやるしかない。でそれを追い込むことによって精神的バランスが取れなくなっちゃったんですよね。だからこういう風になっちゃったと。そうだから、その誰でもなり得ると思うんですね。
特にこうやって明るく いつも明るくしてる人に限ってとか言うじゃないですか。本当にそうだなと思って、でこれも自分が一番信じられないんだけど、多分周りの友達は本当に信じられない感じで、うちのなんか家族とかはそういう医療系のね、あの仕事とかの人がいるから、あの全然普通のことだよって思って、全然なんかへーぐらいな感じで、家族もねだったんですけど、僕がね、自分自身が一番びっくりしてますよね、こうなること。そうだから本当にそうなり得るからこそ、自分でってそうなった時のためにどうやってそのストレスから回避するかっていうのを学んでおかないと、後で自分が苦しいかなって思います。なんかお酒飲むでもいいし、走りに行くでもいいし、温泉に行くとかね、ゲームをするとか、いろんなことが今できるじゃないですか。特に日本という国は娯楽がたくさんあるから、その分ストレスもあるんだなと思うけど、そう、娯楽がたくさんある国なんだから、そういうところで発散できるようにして、で仕事のことを忘れるとか切り替えるってしておかないと、後でね僕みたいになりますから。そう、絶対ならないって思ってる人もいるんですよ。っていうか、ならないって思ってる人は見てないかもしれないけど、たまたま見たね、自分はならないよって思ってる人に、そう伝えたい。そう、あなたみたいな人がなるんですよって思います。で僕もそうだったから。そうで、僕はまあ本当に今ちゃんと仕事戻って元気にやってますけど、やっぱこのことは絶対忘れちゃダメだなと思ったんですよ。その自分の言いたいことを隠すとか、本当の気持ちを抑えるとか、絶対にいいことがないなって思ったんで、それはもう伝えたいなと思います。はい、そんなとこですかね。ちょっと長くなっちゃいましたけど、そんなところで、まあ、これからね、まあ、少しずつではありますけど、まあ、僕も、自分の動画でチャンネル動画を作っていきたいと思います。なのでまたぜひ見ていただければと思います。でもしかしたらね、もう YouTube の需要が変わってきてるんですよ。なので、ちょっとビジネス系のことをやっぱ言っていこうかなと思います。まあ僕の抱えてる病気のことだったりとか、誰かのためになるね、動画にしていけば、もっと伸びるかなって思います。はい。まあちょっと長くなっちゃいましたけど、またどっかでお会いできればと思いますので、その時はご覧ください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。